大きな拍手でお迎えください。ドラゴンズ OB 山崎武史さんです。ではまずですね、一言ズバリ今のドラゴンズに一言何か頂戴していいですか。弱い。皆さんこんにちは。今日は勝ちましょうね。はい、僕が所属していたドラゴンズ、イーグルス、弱いですね。先週も水曜日に楽天戦行ったんですけども、全くドラゴンズのような試合やってます。何がって言ったらやっぱ打てないんですよね。ピッチャーは頑張ってるんだけど、なかなかバッター陣が機能しないっていうところがね、ちょっと似たような感じになってますので、今日はですね、打線爆発としてね、ちょっと今日頑張ってほしいなと思いますね。したいですよね、はい、今おっしゃったピッチャーは頑張っているという言葉がありました。そんなピッチャー、現役のピッチャーが今から登場します。よろしいでしょうか。お呼びしますよ。中日ドラゴンズ背番号11、小笠原。助投手もご挨拶お願いします。中日ドラゴンズの背番号11番、小笠原です。よろしくお願いします。いや、どういうところから聞いていこうかなと思いますけども、ではまず山崎さんから小笠原慎之介投手に何か一言言いたいことがあればお願いします。そうですね、もう言いたいことはたくさんあって、これ試合終わるまでで収まらないんですけど、本当ね、ピッチャー陣頑張ってはいるんですけども、やはりその、小笠原1勝はしてるんですけどね、大体3勝ぐらいもしとかなきゃいけないなというふうに思ってます。ですけど、やはり打線が機能してない分、どうしても0点でいかなきゃいけないっていうふうにね、今ね、かなり小笠原もね思ってると思います。だからこれをもうあまり気にせず、ね、まずは6回なんかゼロで抑えることが一番いいんですけども、2点、ね、ぐらいで抑えてくれればおのずだと思うので、あまりね先制されないようにとか、そういうふうに思えるピッチングをしてほしいね。そしたら絶対にいいピッチングできると思う。なるほど。篠介投手、毎回謝罪会見みたいになっちゃってごめんなさいね。山崎さんのお言葉聞いて何か思うところありますか。見破られてるなって感じですかね。もう1点取ってもらったからその1点を守らなきゃいけないとか、なるべくゼロで回復したいという気持ちが強いので、そこで自分がいっぱいいっぱいになってしまって、結局最後6位に行くっていう風になってしまってるのかなっていうのは自分の感じで。でももちろんね、山崎さん、はい、開幕投手で投げて、そこからきっちりローテで回ってっていうのは評価されていいですよね。いや当然ね、もうこれ今年は1年間、ローテーションを守るっていうのが、もう今年小笠原の一番やらなきゃいけないこと。でこの1年間ローテーションを守れば2桁は僕ついてくると思うんですよ。だから あまりこう受賞したいとかそういうことじゃなくて、1年間ローテーションを守る、これを一つ目標っていうか、これ絶対やることだよ。やれば十分勝てると思うし、確かに流れ悪いけど、でもやっぱり小笠原が軸となってローテーションを回っていかなきゃいけないよね。皆さんそうですよね。今触ってみたらローテーションの軸は松坂ですから。でこれじゃダメなんですよ。で皆さん、あんな今日松坂投げて今日勝ってくれるのを期待してますけども、でも松坂のローテーション、松坂ありきのローテーションを作ってるようじゃ、ドラゴンズは今年も B クラス、ね、やっぱローテーションを小笠原、ね、柳、この辺をしっかり軸として、大野もそうですよ、ね、まだ2分ちょっと大野、はい、ね。
あいつ行くたんびに僕電話かけて慰めるんですけど、慰める言葉がなくなってきたんですよ。そうですか。でもちょっとね、まあここでコーチ陣いないから言っちゃうけどね、扱いが悪すぎるわあいつの、大野投手の、大野に対する扱いが悪すぎる。はい、そうなんですか。まあ、いやもう、彼らは分かんないよ。はい、だけどやっぱあの辺のレベルのやつが調子悪いってあって、やっぱり一軍で投げないと。あ、なんかより居づらい空気になってきましたごめんなさい。いやいやいや、入ってもいいですか。もうちょい行ってください。彼らがローテーション守らなきゃいけないからね。だからそういう風にやってほしいなって僕は思いますね。はい、でも大野投手だったり松坂投手だったりね、篠介投手、いろんなアドバイスをくれるいい先輩ですよね。そうですね、はい、いろいろ見て学ぶことも多いですし、自分から気に入って、いろいろ本当に新しい言葉か、新しい言葉がいろいろ松坂さんとかいろんな人から言葉が出てくるので、いろいろ勉強になってます。そうですね、そういうアドバイスも受けながら、もちろんいろんなね、こうリラックスもしながらやっていかないとね、1年長いんで。はい、そうです。リラックスといえば去年ね話題になった自家栽培プチトマト、その後状況どうなんですか。一時販売停止しております。販売停止、あれ売り物だったの。はい、あ、そうなんですね。枯れましたその後はどんな形でリラックスしてるんですか。今はとにかく外に出るというか、とにかく部屋で、自分の体のケアだったり、睡眠とか、そういう方に、まあ、時間は最近は取ってます。あ、その辺山崎さんいかがですか。ちょっと変わってきましたよ。そうですよね、まあ、僕たちの時代と今の小笠原の時代とは違いますよね。衛星行ってもあまり出る最近は。僕はあんまり出ないですね。そうです、はい、僕らなんてもう東京遠征行ったらね寝るのが惜しいぐらい遊んでましたけど今ずいぶん選びましたねですけど、まあ、これはやっぱり時代のともにね、やっぱり体のケアっていうものすごくこう今の選手っていうのはやってましたし、僕らでもそれなりにはやってたんですけども、まあ、でもストレス発散して、まあ、いろいろな人と会って、僕はいつも後輩たちにアドバイスするのは、野球選手って野球選手のこの野球界の中でしか食事したりとかお付き合いで終わっちゃうんですよ。でもそうするとやっぱね、人生野球だけじゃありませんから、辞めた時にいろんな人に助けてもらうということに関していろいろ自分の勉強になると思うと、野球以外の人ともお付き合いしないと。あ、どうでしょう。いい時はいいですよ。ね、もう小笠原なんかあともう2年ぐらいしたら何億円プレーヤーになりますから。あ、そうですね、金持ってる時は何でも来いって思いますけど僕なんかもうね、隣にある車もういつ売ろうかいつ売るか、本当ですか。ですからね、やっぱそういう時に困った時に助ける人もね、見つけるっていうのも一つで、これね、いい時はいくらでも寄ってきますから、お母さん、ね、でも自分がやっぱり悩んでる時に、ね、野球の相談を野球の関係ない人と喋ると気が楽になる。なるほど、異業種の方とも交流を図ってぜひ、ね、そう活躍につなげてもらいたいと思うんですが、そんなね、篠介投手、はい、お金が結構ドンと入ってくるとしてですよ、あんなスポーツカー欲しくないですか。欲しいですね。見ました。ちょっと近くでじっくり見てください。後で見させてください。ね、あれ山崎さん後で交渉しますここで売ってもらう。そう、俺も売りたいばっかりだ。買ってじゃん。そういう選手間での売買ってのもあるんですよね。別にいいんじゃないですか。おお、はい、山崎さんの車を篠介投手が乗る時も来るかもしれません。いやでも、僕は、はい、こういうスーパーカーを野球選手にいっぱい乗ってほしい。はい、それはなぜでしょう。いや、だって今日来てる子供たちが、じゃあ小笠原が球場に入ってくるときに軽自動車がやってきたらどうだろう。まあもちろんね、軽もいい車ですけども、確かにね、嫌だよね、みんなね。うん、昔、本当これも笑い話だったんですけど、昔山本昌さん、はい、ね、今すごい車乗ってスーパーカー乗ってますけど、山本さんがアメリカから帰ってきて次の年活躍したら山本山本って言ったんですよ。でその時にちょっと山本さんね、日本車で可愛らしい車乗ったの。あまり名前言うとちょっと車屋さんに怒られるから、まあ、
小さいね、緑色のね、車乗ってたんですよ、はい、そしたらね、出待ちしてる子供たちが出てきた山本さんのことを見たら、なんだ山本、緑虫みたいな車乗ってんだそのイメージ僕離れなくて、あ、ね、これ一つやっぱりこうやって子供たちとかね、ファンの皆さんに一つ車が夢を与えるものかなって僕は思って実は持ってるんですよ。なるほど。でもそのあのね、身の丈に合わないとか人にお金を借りてこういうのを乗るっていうことじゃなくね、自分でやっぱり金稼いで、はい、あの夢のある、そうですよね、入団会見で語った5億円プレイヤーにぜひね、なっていただきたいんで、はい、じゃあそういった気持ちも込めながら、はい、今年10勝してああいった車をね買えるような、ね、そんな気持ちも込めながら試合くくりの挨拶を皆さんに新之助投手お願いします。はい、ここからの抱負です。まあ、今連敗中ですけど、僕が止められるように、なるべく連敗少なく、僕が止められるように、そして1年間、怪我なく、投げれるように、頑張っていきたいと思います。ドラゴンズの応援よろしくお願いします。ますますの応援よろしくお願いします。忙しい中にも来てくれました、ありがとうございました。小田さんは新之助投手に大きな拍手をください。ありがとうございました。エースはあなたです、頑張ってください。引き続きお話を伺ってまいります。はい、大丈夫ですね。いや、楽しい時間はあっという間ですけどもね。じゃあちょっと楽しいつながりで、山崎さん、せっかくなんで車のことをもっと聞かせていただいていいですか。いや、もう皆さん野球のことで頭いっぱいですから。いや、今ね、野球のこと語るとね、なかなか辛い時間もあるちょっともうしばらく車の話を、はい、今日なんでもご自身で、はい、ここまで運転してこられて、 そうです、そこに止められたんですよね。いや、今日だからもうドラゴンズ球団が車持ってこいって、はい、強制ですから持ってこいと、持ってこいって言われて、はい、でも構造上どうやって登ってくるんですか。いや、なんかアップとかあるんですけどね。へー、で自身で運転されて、そうです、はい、でも昨日もなんか随分遠くにいらっしゃいましたよね。昨日夜テレビ見てくれましたか、夜中。S1 に僕夜中出てたんですけど。でしたよね、はい、で昼間は、はい、実は仙台で須郷っていうサーキット場がありまして、昨日僕レースで仙台におりました。そうですよね、はい、はい、でちょっとね、レースをやってきましたね、はい、ニュースで見られた方もいらっしゃると思いますけどもね、東北の方に寄付をされたということで素晴らしいですよね、皆さんね。どういった活動なんですか、あれは。いや、まあ、本当に東日本大震災で、両親を亡くした子どもたちに、のこう募金活動なんですけども、まあ、現役時代もやらせてもらってたんですけども、どっちかっていうとやっぱりこう現役を辞めてしまうと終わってしまうことが多いんですけども、それじゃダメだろうと、僕は愛知県名古屋出身 でドラゴンズにでプロに入れてもらって、ドラゴンズでも少しだけ活躍させてもらいましたけど、でもやはり東北でも7年間ねお付き合いで、ファンの方に応援してもらって、東北の方にね可愛がってもらったんで、その縁もありましてちょっと続けていこうかな。そしてまた震災もありましたので、もう7年経ったんですよ、震災から。で皆さんあまり地震っていうとちょっと縁がないかなっていうふうに言いますけども、近い将来この東海大地震が来るって言った時に、やはり地震のことを伝えていくとやっぱり準備ができますよね。そういうことを僕も伝えていきたいなということで、いろんなところで話させてもらってますけどもね、やはりまだまだ建物とかは綺麗になってきましたけど、やっぱり心の傷はね一生言えませんので、そんな中で子供に何か、できないかなということで、まあ、レースを通じて、スポーツを通じて、まあ、寄付活動させてもらってます。なるほど。そんなお忙しい中ね、ご自身で運転してこられて、今日ね、ここに駆けつけてくださいまして、改めてありがとうございます。ありがとうございます。ね、素晴らしい活動ですよね。地元に愛される方ですよ。名古屋もそうです。東北もそうです。そんな名古屋も愛してらっしゃるという意味では、ドラゴンズもね、ものすごく愛してらっしゃるわけで。いやね、はい、
も言われるんですよ、ええ、どっちが本当は好きなのって。あ、そんなこと聞かれるんですか。聞かれるんですよ。ドラゴンズなのって、楽天なのって、ね、いつも僕聞かれるんです、ええ、で僕はこれはもうどこの地域行っても仙台行ってもですね、僕は言うんです、いやドラゴンズに決まってるじゃないですか。おー、よかった。で僕は本当にこれは、ええ、どこ行っても行ってます。そうなんですか。どうしてもどっちか取れって言ったら僕はドラゴンズ、はい、うん、って言ってるんです。取っていただきありがとうございます。ね、やっぱね、これだけのね、僕がプロに入ってお世話になった、はい、そしてやはりこのドラゴンズね、今、低迷してますけども、低迷してるには必ず理由があるんです。皆さんも分かってると思います。大人の事情もあると思います。いろいろあると思います、はい、でもやっぱり、ね、変わらなきゃ強くならない、うん、ここ最近のドラゴンズ何にも変わってない。そうですか、そう見えるんですね。何にも変わってない。どうですか皆さん、何か変わりました？変わってないね。だけどこれを言うと、言い過ぎると、はい、チョキンと積まれちゃうんです。言い過ぎない程度にここでだけ皆さんが、はい、いや俺積まれても全然いいと思ってるから。だから僕いつも辛口なこと言ってるんですけども、でもやはり、ね、これは選手だけのせいにしちゃいけない、ね、もちろん、はい、チーム、ね、ファンの方もファンの方もそうだと思う、うんうん、ね、チーム、そしていろんなもので変わっていかないと、はい、ドラゴンズはずっと B クラスになってしまう。そうなんですかね。だからこの辺で、はい、やはりね、いろんなことをこう改革して変わっていかないと、うん、また何年も遅れてくるかなっていうふうに思います。でも、はいはい、一つ今年ね良、はい、かったことはドラフトが僕は良かったと。おー、なるほど、うん、はい、やはりドラフトって1年2年遅れるとね、どん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 ね、やっぱりチームとして弱くなって、でも正直言ってドラゴンズってここ最近のドラフトって当たらなかった、当たらなかったっていうか当たる選手を取ってなかった。目先のもう今すぐ活躍できるやつというふうに、ね、計算してドラフトって取るんですけども、ね、そういう選手も必要ですけども、やはり若い選手、ね、高校からいい選手も必ず日本代表スーパースターって、皆さんプロ野球どうですか、高卒なんですよ、ね、筒香今日、ね、やられましたけど、筒香、はい、山田哲人も高卒、うん、マー君、ダルビッシュ、ね、みんな高卒、大谷、ね、野球もそうなんですけども、僕相撲も大好きだから、はい、ね、相撲もそうらしいです。今大学からとかね、行きますけども、僕が一番可愛がってもらって亡くなってしまいましたけど、北の海、天下の大横綱北の海理事長が言ってましたけども、相撲もやっぱり昔は中学校の時から部屋に入れて育てたでしょ、はいはい、そうするとやっぱりね、全然精神力とかやっぱりこう相撲もね強くなるから、日本人の横綱を出すんだったら中学校の時から入れて育てたいっていうことを言ってました。なるほど、山崎さんも高卒で入られて大選手になったわけですね。あ、一応高卒です ね、 ね、そうですよね、ありがとうございます。プロ野球界もね、学歴社会なんですよ、残念な。もう、あ、そうなんですか。だからそういうのもありますけども、まあ、どっちがいいとは限らないですけども、うん、でもここ最近ドラゴンズがドラフトでね、高校生あんま取らなかったっていうのが、はい、今年ね、高校生のいいピッチャー取りましたね、取りましたので、はい、その選手が3年後4年後に出てきてくれたら非常に嬉しいと思うので、もうしばらく辛抱は必要かもしれないですけども、いい傾向が見られますんで、引き続き皆さんぜひドラゴンズを応援してください、はい、よろしくお願いします。バッター陣も去年か、はい、石垣だったかな、はい、で取りましたけど、彼なんかね、これからどん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 良くなっていくと思いますので、はい、大いに期待したいな。そうですよね、いいふうに思いますね、はい、どうも、もちろん山井球場にも足を運んでいただきたいと思います、はい、さあではね、そんな熱く語っていただいて相撲論まで語っていただきましたが山崎さんに今から質問コーナー設けますんで、いいですか皆さん、ここに今日この日まで取っといたね、残してありましたこちらを開幕の時に配った光るあれですね、売り残りセール、今日のために取っといてあります、売り残りセールだな、今日のためにやってます、限定5個です、はい、では、忌憚のない何でも答えてくださいますよね、どうぞどうぞ言ってください、はい、ではマイクフォローしていきますので、では山崎さんに質問のある方はどうぞ、
じゃあ大体ねこういうのはねお子さんから行く傾向が強い中あえて言ってみましょう。ゴリゴリの大人の意見も、はいはい、よく遠くからお越しになる上昇輝く竜と書いて上昇気流、素晴らしい、はい、結構なの来ますんでそのつもりでお願いします。あ、そうですか、はい、どうぞ。あの 山崎次義監督にお伺いしたいと思います。今 まあ、ちょっと4番が外国人年長になってるかと思うんですけども、はい、まあ、今石垣さんとかね話ありましたけど日本人の4番を打てるバッターが誰がいますか。誰を育ててみたいと思いますか。教えてください。それはドラゴンズ選手の中ですか。あ、もちろんドラゴンズ選手の中です。そうですね、今現状ドラゴンズで4番を打てる日本人バッター今1軍では僕はいないと思います、残念ながら。ですから外国人が今4番を打ってると思いますね。皆さんもやはり期待してるのは福田、ね、平田で、そういう選手の名前が出てくると思いますけども、じゃあ今彼らが4番打ったらどうなるかって言ったらプレッシャーに押しつぶされると思います。そうだ、ノーアウト満塁のプレッシャーが、ですから十分要素としてはね、持ってると思いますけども、でもまだ焦って4番を打つ必要はないので、今のこのドラゴンズのいるメンバーでうまくこう打順を当てはめていた方がいいかなっていうふうに思います。ですから僕は一番打線で重要なのは5番6番だと思ってるんですね。どこのチームもやっぱり3番4番っていうのは5番っていうのはいいバッターがいるからある程度打ってくれますよ、はい、うん、だけど5番6番、特に僕は6番がやっぱ重要だと思ってるので、この6番に福田なり、そして平田なりがですね、調子が良くて6番にいてくれたらこれほど頼もしい選手はいないかなと僕は思ってるんですよね。なるほど、あくまで現状はそういうことですけども、自分ごとで大変、申し訳ないんですけども、96年に僕ホームランを取らせてもらった時僕6番打ってたんです。で、大鵬さんが7番打ってたんです。はいね、で4番はパウエルが打ってたんです。で3番は立浪、ね、でパウエル首位打者、立浪が3割2分3厘で僕が3割2分2厘で大悟さんが38本、うん、ね、すごいでしょ。で優勝できませんでしたから優勝できなかったんです。その年はね、ですけどやはり得点能力っていうのは非常に高かったですね。下位打線にこう行くことに一人こうなんていうか大きいのを受けるっていう風になると、うん、点数が張りやすくなるので、なるほど、この辺を僕は平田なり、福田にねちょっと頑張ってほしいなと。で理想は3番に打てれば周平が3番に僕は入ってほしいんですよ。みたいですね、はい、で5番に僕はアルモンテと。もう1番は絶対に大島、はい、2番に京田、もうこれは変えてほしくないです、まあ、この1、2番ちょっと最近まだね本来 の調子上がってないですけども、僕は大島が1番が絶対いいと思います。なるほど、はい、含め次期監督としてのご意見でした。納得いただけましたか次期監督ぜひ優勝を目指して違うです、みんなが推薦してくれなきゃダメなんですよぜひ推薦もよろしくお願いします。ありがとうございました。ではこちらプレゼントまあ、きっとお持ちだと思いますけども出てきていただきましょうか。じゃあ山崎さんからせっかくなんで、はい、よく来てくださる方でね、これ去年明かりがつくのこれ。そうですそうです、ここの紙を引っこ抜くとあそうです光る光るんです。はい、いらないでしょ。いやいや欲しいと思いますよ山崎さんにいただくからより。はい、うん、はい、はい、どうぞ。はい、どうも。はい、ありがとうございました。上昇気流に乗っていきましょう。さあ続きまして質問のある方どうぞ。じゃあ今度お子さん行きましょうかね。じゃあ可愛らしい、はい、僕をずっと見てくれてたお嬢ちゃん立ってみてください。お名前ちょうだい。吉田美咲です。美咲さんね、おいくつですか。11歳です。11歳、お、これは楽しみだ。どうぞ。何を見てるんだい君は。質問のあれを見てね。いいよ、言って。はい、昨日あのアートマン
あまり把握してないんだけど、ノーアウト満塁で、平田選手が残念ながら2回、うん、あ、平田に代わってビシエドにしてほしいって言ってるの。ビシエドが出てほしかった。あ、出てほしい。でも平田が凡退したんだよね、昨日は。そうでした、はい、ごめんなさい、僕あんまり見てなかったもんですから。あ、そうだね、レースされましたしね、まあ、正直ちょっと大人の意見としては、はい、変えることはねないと思います。やっぱり平田には平田のプライドもあるし、やはりあの、ね、彼のやってきたキャリアっていうところもあるので、まあ、交代劇はないと思いますけども、やっぱりなんといってもね、点数はね、はい、でも最悪外野フライでっていうコメントってよくありますよね、皆さん、ね、ノーアウト三塁とかワンアウト三塁、最悪外野フライ打てたっていうこと言うんですけど、あのコメントってあまりね信じないでください。え、どういうことですか。外野フライ毎回毎回打てたらそんなもんね、はい、簡単じゃないですか。そうなったらヒット打てるわけじゃないですか。あ、それが意外とね、外野フライ狙って打つっていうのは非常に難しいんです。あ、でも外野フライの打ち方って一つだけあるんです。へ、でもこれ何かって言ったら、右バッターで言うとやはりね、ボールを長く見るためにはどうするかって言ったら反対方向に打つことなんです。ライト方向に打つ。そうすると意外とボールって上がりやすいんです。そうなんですね。だからあのランナーいた時には、まあ、センター返し引っ張るってイメージを捨てて、センターもしくはライト方向に、右バッターならライト方向に打てば、はい、外野フライ上がる確率が高くなると思います。なるほど。ですからまあね、あのお嬢ちゃんがビシエド出て満塁ホームラン打ってくれたら一番嬉しいけども、平田選手期待してあげてね。今日さっき一生懸命今日ね特打やってた、ね、ですから今日期待しようよ、ね、頑張りましょう。はい、はい、期待してくれるかな。はい、はい、どうぞお受け取りください。はい、はい、ナイス質問でした。じゃあ、あと1問になりそうです。質問のある方はどうぞ。よし、じゃあまた、うん、お子さんにしとこうかな。じゃあ一番右にいるドラゴンズキャップかぶってる君だ。嬉しそうな顔してよかった。はい、まずお名前聞かせてちょうだい。なんだりそうです。そうだな、オッケーオッケー。何歳ですか。6歳です。あー、6歳、よし、行っちゃえ行っちゃえ。何だった質問。ドアラが好きですか。ドアラ、ドアラ好きだけどさ、ドラゴンズの選手より人気あるんだよね、あいつ。それがちょっと腹立つよね。人気がありすぎるんで、あいつは。確かにありますね。これからあんまりあの選手の前では出しゃばるなと。あ、そうなんですか。ああいう、ちょっとまだドアラ来てないの。来てないですね。ああ、よかった。でもドアラ大好きです。ね、ドアラはどこの球場行っても人気者だからね。12球団でも1、2を争う人気者だよね。でしょうね。自分が好きなのか、ドアラ。好きですか。ね、ドラさん以上に選手も応援していただけると嬉しいですよね、はいはいはい、そんな選手の出現を待ちたいところでもあります。はい、おめでとうございました。ドラゴンズの選手も応援してね。というわけであっという間の時間でございました。はい、では締めくくりのご挨拶、山崎さんよろしくお願いします。そうですね、今日皆さんが楽しみしている松坂大輔の登板ですけども、彼も盤石で今日を、ね、迎えて、投げてくれると思いますので、大いに今日は声を張り上げて応援してやってください。まあ、バッター陣も、ね、今日も本当に練習見て一生懸命汗かいて、練習しております。野球ってなかなか点数取れないんです。正直いいピッチャー来たら点数なんてどうですかね、3点取るの必死です。でもこれね、ロースコアで勝っていかなきゃいけない。ドラゴンズが強かった時はロースコアをなんとかね拾って勝ってましたので、大勝する時もあるし大敗する時もあるので、でもいろんな時がありますけど、今日来てくださってる皆さんは
もうドラ吉と言われる、ね、方々ばっかりなんで、皆さん一緒に応援しましょう。悪い時ほど応援してやってください、ね、いい時は誰でも応援しますので、ね、みんなで応援して、そして強くなって、ドラゴン選手がいっぱいお金儲けしてこんな車買ってくれてね、僕の車も買ってくれないかな、ね、もう野球選手やりませんので、身分不相応の車を持ってますので、ぜひ、どうかな、強打ぐらいに乗ってもらおうかな。なるほど、ね、はい、交渉相手が見事見つかったところ で、 そうです、ね、はい、ドラゴンさんにたっぷり語っていただきました。お願いしましょう、はい、よろしくお願いします。川崎武史さんでした。ありがとうございました。この後解説もされます。スーパーカーも引き手にされます。見てください。ではこの後いよいよチアドラゴンズ2018の登場となります。 D ステージ最後まで皆さん楽しんでいってください。